ワンタイムイベントコリジョンにて IO を壊滅することに成功したセブンの活躍により、フォートナイトの世界に平和が訪れたように見えましたが、島にはゼロポイントの花を咲かす巨大な現実の木が現れました。ゼロポイントが不安定化したゼロクライシスの時、ゼロポイントが花を咲かせることについてジョーンズは、決して良くないことが起きているが美しいなと言っていました。セブンの宿敵 IO を倒しゼロポイントの解放に成功したセブンでしたが、何かよからぬことが起こっているようです。しかしファウンデーションをはじめとしたほとんどのセブンのメンバーは IO を倒したことにより気が抜けており、ビジターに至ってはセブンを辞めてスリーピーサウンドで老後をゆっくり暮らそうかなと言い出す始末、根っからの真面目人間なオリジン、現実の木の異変に気づいたサイエンティスト以外は平和な世界を満喫している様子です。ここで我々ルーパーはサイエンティストの命令のもと、現実の木が生んだ現実の種を調査しに向かいますが、この現実の種から異常な生化学エネルギーを検知し、サイエンティストは現実の種が根を生やすか裂け目を開くか、または時間を破壊するという悪い予想をします。するとそのサイエンティストの悪い予感は当たり、というか全ての悪い予想が当たってしまい、現実の木はまずログジャムランバーヤードへと根を伸ばし、ログジャムランバーヤードに現実の花を咲かせます。そしてその花が大きく成長すると、ログジャムランバーヤードの町は消滅し、過去に存在していた様々な町がランダムで姿を現すようになりました。一体何が起こっているのかと、現実の木そのものの調査へと向かうのですが、現実の木からはかなりのゼロポイントエネルギーが漏れ出しており、サイエンティストはブッシュレンジャーの種を現実の木に植え、ブッシュレンジャーに現実の木を調査してもらうという、ブッシュレンジャーにとって悪魔のような実験をするのですが、ブッシュレンジャーは暗い暗い大きい怖いと、まさしく悪夢のような夢を見ます。そしてサイエンティストと我々ルーパーはルートレイクに向かい、解放したゼロポイントの調査を行うのですが、島中にゼロポイントのエネルギーが溢れ出しており、サイエンティストはゼロポイントを解放することが間違いだったのではないかと頭を悩ませます。するとここでサイエンティストによって作られたという人工知能のエイミーが我々ルーパーの前に姿を現すのですが、どうやらフォートナイトの島にやってきたダースベイダーという人物が強力な異物を持っているため、その異物を奪いに行かなければならないと、これまで様々な現実からフォートナイトの世界にやってきていた人物はそのほとんどが IO によって連れてこられていたのですが、今回のダース・ベイダーというかダース・ベイダーが持っている異物はゼロポイントが自らの意思でフォートナイトの世界へ持ってきたものだとサイエンティストは言っています。そして我々ルーパーはダース・ベイダーを倒し異物を奪おうとするのですが、異物は海に落ちてしまい、その行方がわからなくなってしまいました。そこで異物のありかを調べてみると、どうやらダース・ベイダーの持っていた異物を集めるのが趣味という激ヤバな収集癖のあるクリプティックという人物がそれを手に入れたらしく、そのクリプティックに異物を交換してもらうため、アイスキングの盾や海賊船のソーダリンといった異物をクリプティックに渡すのですが、クリプティックは一方的に異物を奪い取り、ダース・ベイダーの持っていた異物を渡してはくれません。これに激怒したエイミーはクリプティックの異物を隠している倉庫を見つけ出し、ダース・ベイダーの異物シスホロクロンを盗み出すのですが、このシスホロクロンを手に入れるとゼロポイントは凄まじい衝撃波を放ちます。さらにゼロポイントはインディ・ジョーンズの世界からもラーの杖飾りという強力な異物をフォートナイトの世界に持ってきており、その異物を集めた時もゼロポイントが凄まじい衝撃波を放ちました。ここでバイブスクエストは一旦休憩に入り、サマーイベントが始まります。今年のサマーイベントをスポンサードしているのはノースウェットインシュランスという保険会社。これまで全てが謎に包まれていた保険会社ですが、この保険会社、お金儲けのためなら何でもするという非常に悪どい保険会社であるということが判明します。
さらにノースウェットインシュランスはセブンと IO の戦争で破壊されたティルテッドタワーを再建するため島の住民にインゴットの寄付を募るのですが、実はノースウェットインシュランスはあくどい商売で集めた8兆インゴットもの大金を持っており、寄付がなくても簡単にティルテッドタワーを復興できたのですが、島の住民のインゴットを集めてティルテッドタワーの再建を果たします。そしてこのノースウェットインシュランスの犠牲になってしまったのがリル・ウィップ。リル・ウィップはシーズン3が始まった当初、自分のアイスクリーム屋さんにて夏に新曲を発売するためにどこからか大金を借りてきたと言っていました。しかし CD の売れ行きがあまり良くないようで借金を返すことができずに EB の所属するピースシンジケートに護衛を依頼などしていましたが、このままでは借金返済の拉致が開かないと感じたリル・ウィップは一旦ビーチボンバーに店を任せ、自分はアイスクリームの移動販売を始めます。しかしその移動販売の途中でリル・ウィップは事故に遭い姿を消してしまいました。このリル・ウィップが事故を起こしたのと全く同じタイミングで暗殺者であるサビーナがマップ上に登場しましたので、借金返済をすることができなかったリル・ウィップをノースウェットインシュランスが暗殺したのかもしれません。そしてサマーイベント中も現実の木は島のあちこちに根を生やし、マップの至るところで街を過去の姿に変えたりチャプター1の街を運んできたりしました。そしてサマーイベントが終わるとゼロポイントは新たな異物を持ってくるのですが、それが島の裏側にあったチャプター2にて大きくなったり小さくなったりしていた謎の椅子。この椅子を取るとまたしても凄まじいゼロポイントの衝撃波が放たれます。サイエンティストは何が起きているのか確認するためにシナプスステーションの実験室にこもるのですが、その間セブンにとんでもない事件が発生します。まずはセブンのリーダーであるファウンデーションが島から突然姿を消してしまい、次の週にはビジター、イマジンド、そしてオーダーまでも姿を消します。ファウンデーションがいないことに気づいたパラダイムはファウンデーションが島の外に出ていないかロケットの航行記録を確認するのですが、ファウンデーションは島からは出ていないようです。そしていつもファウンデーションのいる石像の元へ向かうとファウンデーションの姿は見えず、なんとそこにはファウンデーションのヘルメットだけが。何かがおかしいと感じたパラダイムはビジターへ連絡を取ろうとしますが、同じくビジターもヘルメットだけが落ちており姿が見当たりません。同じくイマジンドもオーダーもいなくなってしまったため、パラダイムはサイエンティストとオリジンに緊急で連絡を取ります。すると次の週、なぜかパラダイムは落ち着いた様子でサイエンティストとビジター、オリジンを地下の実験室にて発見したと我々に伝えます。そこでパラダイムは地下の実験室にいるセブンのメンバーにセブンの装備を持っていくためオリジンのヘルメットをよこせというのですが、なぜかバイブスクエストの最後の週にてパラダイムは我々ルーパーにサイエンティストもいないと非常に焦った様子で連絡を入れます。明らかにバイブスクエストパート8のパラダイムの言動は矛盾しており、パラダイムに偽物が存在している説が非常に濃厚になってきました。パラダイム以外の全てのセブンのメンバーがいなくなってしまったことに慌てたパラダイムはシナプスステーションにてサイエンティストのメモを見つけるのですが、ここに書かれていたのはあの異物から放たれていたゼロポイントの衝撃波はゼロポイントの救援要請であったということを、早くゼロポイントを救助しないとゼロポイントが休眠状態になってしまうとのことですが、何をどうすればよいのか分かりません。そこでサイエンティストの音声ログを再生してみると、なんとそこにはサイエンティストが何者かに連れて行かれてしまったということを、そして今回の事件の発端はゼロポイントを IO から解放したことが全ての始まりだったことが語られていたのですが、最後のクエストにてとうとうパラダイムまで姿を消してしまいます。セブンのメンバーが全員さらわれてしまったことに復讐を誓うエイミーと我々ルーパー。セブンは
一体誰に何の目的で連れ去られてしまったのか。シーズン3の島を見張っている花おばさんと何か関係があるのか。シーズン4のティザーに映っているクロムという液体の仕業なのか。シーズン4の開始まであと3日と迫っています。